春のやつ、なんとか大丈夫そうだな。よし、放課後全員集合だ。これで手はずは整ったというわけですな。正義の味方で持ち上げ切って地に叩きつける。では次は彼女。はい、人事に話はつけてあります。かなりの重責でしょうが、彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人。そうでしたな。我々が仕立て上げた犯人。おっしゃる通り。善とある若者が未来を見据えられる、そんな社会を。うっせえな。うん、春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。って、はあ、な、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ、怪盗団が引き起こした謝罪会見中に社長があんな顔を晒したんだぞ。って、あれだけ持ち上げといて一気に人殺し扱い。おついてのひろがえし。事情も知らねえくせに。落ち着いて、まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが釈明のしようがない。せっかく時間作ってくれたのに。大変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まってもらったの。みんなは校長先生って狙ったの。は？校長？うちの？うん。どういうことだ？昨日うちに検察の人が来てね。その新島さんっていう女性の。それ、その検事さんが言ってたの。校長室で予告状が見つかったって。あんなことがあった直後だもの。校長なんて囚人以外に考えられない。そんなの知らねえっての。手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件は、なんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば、真犯人にはめられたとか。マジか！もしや。じゃあ、すぐにでも捕まえないと。待て、俺たちは本当にはめられたのか。真犯人の狙いもわからないんだぞ。じゃあ他にどうしろって。一度落ち着きましょう。春の話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団を殺人犯として疑い始めている。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉？ん？ちょっと気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく
今はおとなしくして目立たないこと。いい？しまってちょっと視野は狭いが根はいいやつだな。期待を裏切ってやるなよ。心配しやがって。ありえねえだろ。やばいなこれ。
おい、聞いてるのか。では、この辺で。春のやつ、自分の方が辛いくせにこっちを気遣ってる場合かよ。さてと。やっぱり参ってるようだな。気にかけてやってくれ。ああ見えて芯は強い。春ならきっと大丈夫だ。
そうだな。帰るか。怪盗やばくね？いきなり殺人とかさ、改心させんじゃなかったのかよ。社長だけじゃなくてうちの校長もって話だよね。悪いことしたっつっても殺すほどか？てか狙われたら終わりじゃね。静かに、答案用紙を配りますよ。さて、始めましょうか。お、いけそうだぜ。あんたまだ怪盗団応援してんの？殺人とかマジなくない？でも悪人を野放しにするのはいけないと思うし。だからって校長とかは警察でよくない？つうかテレビの会見見た？正義の味方があんなえぐいことしないって。やっぱり明智くんが正しかったのかな。偉いよね彼。一時あんなにバッシング受けてたのにさ。静かにしなさい。外に出しますよ。時間です。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。怪盗団ってさ、やっぱうちの学校のやつ？だって校長もでしょ？殺人鬼が近くにいるとかマジヤバくね？そういや私、前に渋谷で実は俺怪盗なんだって男の人から声かけられたんだけど。マジ？それ通報しなって。やっぱそうした方がいいよね。そん時の写メもあるし拡散しとこっと。犯人早く捕まんないかな。始めるわよ。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。
なんかまた警察来てね。今回はなんかガチらしいよ。うちの関係者に怪盗がいるんだと。マジ？ネットにも出てるし、噂だけど公安が動いてるって話も。どうぞ。あの、いらっしゃい。植物の世話は欠かせないもんな。そうだ、春を手伝ってこい。他の奴らには言っといてやるよ。手伝いに来てくれたの？今の聞かれちゃったよね。別に花壇のことで困ってたわけじゃないの。ちょっとね、いろいろあって。あなたになら話してもいいのかな。事情を知ってくれてる人が仲間にいると私も助かるのだけど。困ってるのは会社のこと。事件の後処理の話でね。急のことで遺言状とかなかったものだから、お父様の莫大な株式を私が継ぐことになって、いきなり上場企業の筆頭株主だよ。従業員だって1000人以上もいるし、経営方針とか資金運営とか言われても私何が何だか。うん、社長の娘って言っても会社に関わるなんて思ってなかった。それでね、最近社内の役員さんや顧問弁護士さんたちに会ってるの。
資産や株式について何もわからない私にアドバイスをしてくれるんだけど、急にご機嫌取りみたいなことする人もいて、誰を信じていいのか。みんな私じゃなく私の資産を見てる気がするの。大丈夫、任せなさいって言ってくるけど、本当は私の無知につけ込む気じゃないかって。私こんなにも人を信じられない性格だったなんて。ごめんね、一人で話しちゃった。でもちょっと落ち着いたかな。今までの相談相手は会社の大人の人たちしかいなかったけど、私に必要なのは年が近い同じ目線の人だったのかも。あの、よかったらまた相談に乗ってもらえる？代わりに何か私で役に立てることがあるといいけど。あなたや怪盗団のためにできること、私特技とかないからな。これかな、土いじり、植物を育てるの。こう見えて得意だね。昔家のベランダで南国の果物を実らせてびっくりされたこともあって、私よくここで一人でこうしてるの。他のことをあまり考えなくて済むから。そうだ、家庭科室の冷蔵庫に週5まで時間あるよね。ちょっと待っててもらえる？これそこのプランターで私が育てたお野菜、ちょっと前に収穫したんだ。形とかバラバラでお店のには程遠いんだけど。うまみとえぐみが少々？でも斬新だと思う。それでね、実はお願いがあるの。私の作ったお野菜、ルブランのおじさまに感想を伺いたいの。今度新しいのが収穫できたらお店に持って行ってもいい？ありがとう。おじさまならちゃんと忌憚のないご意見をくれそう。とびっきり新鮮なお野菜収穫しておくから、その時はよろしくね。じゃあアジトまで行こう。試験ご苦労だった。今回はマジヤバい。そもそも集中できねえし。またかよ、うっせえな。そんなことより話って？前に気になることがあるって言ってたけど、何か分かったの？私がバンしてやったメジエド、本物じゃない。は？本物はお前だろ。私の後はメジエドって名乗ってたやつとこの前のは違う。どういう意味だ？この前のやつが書いてた行動、今までのどのメジエドとも違う。行動は書いたやつの指紋、どんなにごまかしても癖出るし、この前のは切り張りだらけで一貫性がない。スキルが雑魚すぎる、ガバガバだ。でもメジエドって世界中に何人もいるんでしょ？最近参加したメンバーってことは？っていうか、クラックに興味ある人種のコードじゃないっすわ、あれ。少なくとも正式なメジエドってことは絶対ない。メジエドを名乗って怪盗団を挑発？一体何が目的だったんだ？ひょっとして愉快犯？怪盗団が人気出てきた頃だったし、人気にあやかろうと。ちょっと待って、逆なんじゃない？逆？怪盗団を有名にするためにメジエドを名乗ったとか。はあ？わけわかんねえし。実は私も誠と同じ考え。どういうこと？さっき言っただろ、コードは指紋だ。この前別の場所で同じ指紋見つけた。どこだ？
回答お願いチャンネル。外部から不正に書き換えられていた形跡がある。マジかよ。夏休み前ぐらいからアクセス数が実際よりだいぶ盛られてた。それにランキングも、特に奥村社長が1位になった時だな。つまり怪盗団を挑発した人と怪盗団サイトを改ざんした人は同じ？何か見えてきた気がする。サイトの改ざんでもメジエドの挑発でも、結果的に怪盗団に注目が集まった。しかも私たちが奥村社長を狙ったのは世論とランキングによるところが大きい。絶好のタイミングに格好のターゲット。もし全部仕組まれてたとしたら。辻褄が合うな。じゃあ犯人は初めから私たちに罪をなすりつける気で。そんな。あくまで推論の話よ。確証がないのも事実だが、誠の推理が全部当たりなら、ここ2ヶ月くらいの我が輩たちはずっと誰かの手のひらで転がされてたことに。考えすぎだろ。だってお前、メジエドにランキングって、あんな騒がれたもんがもし全部仕込みだったっつんなら、俺ら一体どんな野郎を敵に回したんだ。憶測で焦っても仕方がない。とにかくこのままだと冤罪、それも殺人容疑だ。乗り切るしかない。でも相手もわからないのに。まさか今この瞬間もなんかはめられつつあんのか。ああ、まだ負けと決まったわけじゃない。もし本当に全てが周到な敵の仕業でも、やり返してやるだけよ。手がかり必ず見つけないと。私が。今回の人事、部長からのご推薦と伺いました。なぜ私のような若輩を。自殺と断定されかけていた囚人学園の校長の件を洗い直し、怪盗団との関連を示してみせた。その功績を買わせてもらったんだ。光栄です。怪盗団の件、もはや国家の一大事だ。正義の執行者である我々検察に期待が高まっているんだ。人選や方針も任せるよ。あとこの件には警察も合同で当たるが、君の指揮下に入る。陣頭指揮を取ってもらいたい。まだ返事を聞いていないが、怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。最善を尽くします。成功の暁にはそれに見合うポジションを用意しなくてはな。プレッシャーをかけるつもりはないが、賞賛はあるのだろうね。当然だが、受けるからには失敗は許されない。分かっているね。もちろんです。必ずご期待に応えてみせます。どんな手を使ってでも。話は以上だ。いい結果を期待してるよ。ただいま。お帰り。ご飯は？いらない。お風呂を沸かす？いい、着替え取りに来ただけだから。泊まり？大きい仕事任されたからね。ひどい顔してるよ。疲れてるんじゃ。大人が仕事を引き受けるってことは、失敗は許されないってこと。勝てなきゃ終わり。だからってお姉ちゃんが倒れたら。ようやく掴んだ出世のチャンスなの。校内に刑事が立ち入ってるんだってね。勉強に集中できないでしょ。安心して、もう終わるから。どういうこと？私が怪盗団を捕まえてみせる。さっき言ってた大きな仕事って、怪盗団絡みの話？あなたには関係ない。
姉ちゃんが怪盗団を、しかも囚人学園に目を向けてる。まずい、これみんなに知らせないと。異世界のことを知らない限り証拠なんてつかめっこない。